カロル・ジーは、コロンビアのシンガー・ソングライター。主にレゲートン、ラテントラップアーティストとして記述されているが、レゲエやブラジルのセルタネージャを含む、様々なジャンルにも足を踏み入れている。また、レゲートンシーンにおける女性としての突出した、存在としても注目されており、2018年には、ラテングラミー賞の最優秀新人アーティスト賞を受賞。 他にもビルボードラテミュージックアワードやプレミオスロ、ヌエストロにも複数ノミネートされている。メデジンで生まれ育ったカロル・ジーは10代の頃にオーディション番組 X ファクターのコロンビアのスピンオフに出演し自身のキャリアをスタート。2014年音楽業界について学ぶためにニューヨークへ移りユニバーサルミュージック・ラティーノと契約を結ぶ。プエルトリコの歌手、ラッパー、 バッド・バニーとのコラボ曲、アオー・ラ・メリャまで一躍有名となり、同曲は2017年にリリースされたの彼女のデビューアルバム、アンストッパブルのリードシングルとなった。2018年後半、アヌエル・エイエとのコラボ曲、セクレトのミュージックビデオで二人は交際を明かし、南米でヒットを記録。2019年7月、アヌエル、AA ・エイエー、ジェイ・バルビン、ダディ・ヤンキー、 オズナと共同で楽曲チャイナをリリース。カロル・ジーにとって初の YouTube 再生回数10億回を記録したミュージックビデオとなった。2019年5月アルバムオーシャンをリリース。国際的な成功を収めたベイラッパーニッキー・ミナージュとのコラボ曲トゥサワ・ RIAA から 21X ラテン・プラチナ認定を受け。 ビルボードのホットラテンソングチャートに25週間もの間チャートイン。カロール G は2020年のラテングラミー賞にて4部門ノミネートされた。2007年のエンラプラジャ、2008年のポルティアイ、2009年のダイムケース s イ、2010年のミル・マネーラスなど散発的にシングルをレコーディングし、リリース。コロンビアの大学で音楽を学び、 在学中はレゲトンシンガーのレイコンを含むアーティストのバックアップとして活動。その後まもなくレコード会社との契約を試みるが、女性がレゲトンのジャンルで成功しないことを恐れ、レーベルは彼女との契約を拒否。カロル・ジーは父親と共にコロンビアの大学、クラブ、フェスティバルでツアーすることを決意。これらのツアーを通じて知名度が高まり、 2013年には楽曲アモーレ・レ・ドスでニッキー・ジャムとのコラボレーションを果たす。カロール・ジーは2014年にニューヨークへ引っ越し、音楽経営学の授業を受講。音楽業界について学ぶきっかけとなり、彼女のキャリアを促進するモチベーションにつながった。その後、2014年リリースのダンスホール楽曲リコス・ベソスはコロンビアでヒットを記録し、 2016年にユニバーサル、ミュージック、ラティーノと契約を結んだ。2018年10月のカロル・ジー2017年1月、カロル・ジーはスペイン語、リアリティ・タレントショー、ペケーニョス・ギガンテス・ USA に審査員として参加し、出演する6から11歳の子供たちにアドバイスを提供た。同年5月、プエルトリコのトラップアーティスト、バッド・バニーとのコラボ曲、アオーラメ・リアマをリリース。 楽曲のミュージックビデオは YouTube で7億5600万回以上再生され、ビルボードのホットラテンソングチャートで10位を記録した。アオーラメリアマは2017年10月にリリースされたカロール G のデビューアルバム、アンストッパブルの先行シングルとなり、アルバムはビルボードのトップラテンアルバムチャートで初登場2位を獲得した。2018年3月、 ビルボードラテンミュージックアワードのトップ女性アーティスト賞を受賞。2018年後半、プエルトリコのラッパー、アヌエル A をフィーチャーしたシングル、クルパブレスとミカマをリリース。クルパブレスはビルボードホットラテンソングチャートで8位を記録し、ジェイ・バルビンとニッキー・ジャムをフィーチャーしたミカマのリミックスバージョンは同チャートで6位を記録した。 ドミニカ共和国のプンタカナのカロルジー2019年1月、プエルトリコのラッパー、アヌエルエイトのシングル、セクレトをリリースし、楽曲のミュージックビデオで2人の交際を明かした。楽曲は、全米シングルチャートで68位を、全米ホットラテンソングチャートで5位を記録。2019年5月3日、セカンドアルバム、オーシャンをリリース。同作は、 スペインのテネリフェ島のビーチでの体験にインスピレーションを受けており、カロル・ジーはアルバムのさらなるインスピレーションを求めタークスカイコス諸島とセント・マーチン島のビーチも訪れた。2019年7月、カロル・ジーはアヌエル、AA ・エーエーエダディ・ヤンキー、オズナ、ジェイ・バルビンとのコラボ曲、チャイナに参加。ビルボードのホット・ラテン・ソングチャートで初登場2位を記録し、 ラテンデジタルソングチャートとラテンストリーミングソングチャートで1位を獲得した。ジャイナはローリングストーン氏が同年発表したベストラテンミュージックビデオのリストに選出された。米ラッパーニッキー・ミナージュとのコラボ曲トゥサはアメリカレコード協会から 21X ラテンプラチナ認定を受け2019年11月23日にビルボードホットラテンソングチャートで1位となり、 25週もの間チャートインを記録した。2020年4月、カロル・ジーは新型コロナウイルスパンデミックによる自粛期間中にアヌエル・エイエイとレコーディングしたシングルフォローをリリース。また、ジョナス・ブラザーズのドキュメンタリー映画ハピネス・コンティニューズのエンディングテーマ曲に起用された楽曲 X で彼らとのコラボレーションを果たす。アルバム、ありがとうございます。